今年8月19日北海道にある十勝スピードウェイにて 86BRZ レース第6戦と第7戦が行われた。今大会は第6戦第7戦のダブルヘッダーで、しかも19日だけのワンデイレースとなっている。そして予選は第6戦の前に1回のみ行われ、ベストタイムが第6戦のグリッドに、セカンドベストタイムが第7戦のグリッドとなる変則ルールだ。危ないよ。アタックで最初、大変。頑張りますよ。はい、今回から、ダンロップの新しいディレッツァベータ04、それが使えるというか、投入されることになって、パターンもかなり前とは違う顔してますね。まあそうですね、やっぱり溝の位置で、まあ、他社さんもそうですけど、だいぶ性能が変わってくるだろうというところがあったので、まあ、そういったところを気をつけて、ただ、まあ、ベータ02で良かったところを残して04、04で進化させるといったところを気をつけて開発はしてます。今までの02に比べると、基本ライフを考えて作ったんですけど、そしたら、ベストもそっちを上回るというか、02よりもタイムが出るタイヤを作ってくれたもので、結果、アタックも決勝も前より楽になったんじゃないかなと思います。まあそうですね、まあ、服部選手は非常に厳しいので、よくやり直しという形で作ってはダメ、作ってはダメと、まあ、トライアンドエラーを繰り返していく中で非常に良い方向のタイヤができたっていうところで、要求が厳しかったというのは正直大変なところでした。今回、タイヤどうするっていう風にチームから言われて、で僕もそのテストもできなかったので何がいいか分からなかったんで、周りの噂だけで決めました。で今回は BS さんではなくてダンロップさんで行きたいという話をして、僕としてはブリヂストンのタイヤの方が自分のスタイルに合ってるんですけど、今回でもタイムが出るのはダンロップさんなんで、そこら辺をちょっとこううまくセッティングしてすごくいいフィーリングで終えられたんで、しかし面白いですよね。同じタイヤサイズでもこう見た目もキャラクターも全然違うタイヤなので、そういった意味ではちょっとまた自分の中での勉強の幅が増えたかなと思いますけど、今回はちょっと BS に対してリードした状態でレースできるかなっていう感じには思ってますね。だからそこは素直に嬉しいんですけど、やっぱりその分ダンロップユーザーに移行してくる方が結構多くいらっしゃって、やっぱ開発でダンロップにずっと携わってやってる身としては、やっぱそういう人たちには負けたくないなという。正直ね、去年も勝ってもダンロップユーザー増えなかったのにまあ今回ね、そういう意味では認めていただいたというか、他のねエントラントにとっても、これいいんじゃないのっていうのがやっともらえたかなと、そういう意味では開発に携わった人間としては、ある意味ドライバー冥利に尽きるというか、正直、本当正直なこと言うと、ブリヂストンタイヤは去年の最終戦ぐらいに新しいタイヤを出して、で、そこから、今シーズン戦ってますよね。でダンロップタイヤは、つい最近新しいタイヤを出して今回投入してくるっていうことで、で僕らはそのタイヤが一切変わっていない状況の中で、どれだけやれるかっていうところで、今回乗り込んできて、現状としてやっぱりちょっとコンマ数秒遅れを取ってるのかなっていうのは事実ですね。ぶっちゃけ平中はもうこの十勝のマイスターであり、去年はもうね2つ連続で優勝するぐらいこうとの相性がもちろん地元っていうこともあるけど、
すごくいいコースだと思うんです、平中とは。だから今日じゃない、昨日から、まあ、たまたまピットが近いっていうのもあったんで、平中の後ろをだいぶ 2,3 回マークさせてもらって、なんとなくリズムとかそういうのをつかませてもらったりとか。ブリヂストンとグッドイヤーの契約ドライバー以外の選手ほとんどがダンロップタイヤへスイッチする中、谷口信輝は悩んでいた。僕らはですね、なんとなくね、僕個人的に、タイヤメーカーをシリーズで、ね、どっかへ引っかえするのがちょっと嫌だったので、ブリヂストンで行こうというふうな気持ちでいたんです。なのでそのブリヂストンで車をセッティングしていろいろやったんですけども、先ほどの専用走行でやっぱりダンロップが上にガーンといっぱい固まってきたので、そういう意味ではまあ、シリーズを戦うわけですから、そこのなんとなく僕の意地を張るよりは、やっぱり戦わないといけないというところにチームで先ほどミーティングをして、今回ダンロップをチョイスしようとしてるんですけれども、なんせそのタイヤに向けてのセットアップをしてないので、ちょっと明日の予選が全く自信ないですね。トヨタガズーレーシング86 BRZ レース2018プロフェッショナルシリーズ第6戦トカチスピードウェイ予選。セカンドベストタイムが第7戦のグリッドを決めることとなるため、当然予選では2アタックが必要とされ、使用可能タイヤは2レースで8本となった。エントリー台数24台、天候は晴れ、路面はドライ、各車両コースインしていく。菅波東吾の1本目のアタック、タイムは1分35秒131。ピットへと戻ってくる菅波東吾。続いて谷口信輝のアタック1本目。1分34秒946。菅波を抜いてトップ。服部直樹、その谷口の後ろにつけてのアタック1本目。タイムは1分35秒744と練習走行時のタイムを大きく下回ってしまう。とここで折戸学ぶ、近藤翼、そして青木孝之がコースインしていく。青木孝之の1本目のアタック。この青木の車両は今回から投入された新車の86で、参加車両唯一の G 型車両となっている。タイムは1分35秒010でコンマ06谷口に届かず2番手。3番手には近藤翼が入ってくる。佐々木正弘、折戸学ぶは服部直樹と同様下位へと沈む。あと10分。服部直樹が2本目のアタックへピットアウト。同じタイミングで
谷口伸輝も2本目のアタックへと向かう。服部直樹の2本目。タイムは1分34秒918で谷口伸輝を抜いてトップ浮上。即死、自分のせいです。1本目が悔やまれる服部直樹。谷口伸輝の2本目のアタックは1分34秒950で服部に届かず2番手。セカンドベストですね。セカンドベスト、ファーストベストが2位、はい、レース1は服部さんが通る。今のところレース2の位置が通るんだけど、グッドイヤータイヤで挑む十勝マイスター平中克行の2本目のアタック。1分35秒204と1本目からコンマ4近く上げて6番手につける。頑張ったよ勝之くんね、よくやりました。ドライバー冥利に尽きるっす。6番手かっこいいな。まあできる限りのことはできたかなっていうふうには思います。まあ、2セット目タイムを上げることができましたし、結構そのタイムが全然やっぱり早かったので、まあ、正直ちょっと勝負かけて飛び出してもいいかなっていうぐらい攻めて、まあ、そしたら若干ねタイム上がって順位も上がったので、まあ、正直悔しいですけど、まあ、限界は攻めれたかなと思います。続いて青木貴之の2本目のアタックを86BRZ レースレースディレクターを務める影山雅彦に振り返ってもらう。しっかりまっすぐで止めて、少し修正してますけど、これもあれですね、結構一発でフロントが入ってるように、見えます。まあ、ご覧になっている方なんか、まあ、どのカテゴリーにいてもそうですけど、本当にこれが予選っていうような風に見えてしまうかもしれないですけど、やっぱり、決まってる車でタイムが出る走りっていうのはやっぱり極力修正打を入れずに最小打角って言いますかね、まあ、しっかり切るべきところは最大打角は入れなきゃいけないんですけども、切り足しをするですとか必要以上な修正打は比較的少ない、映像になってしまいますよね。で、まあ、車的には前々回ですかね、オートポリスで青木選手、まあ、車かなり痛めちゃったので、満を持しての今回新車投入ということで、非常にその良さを生かしきれた予選に見受けられます。タイムは1分34秒809でトップ。青木いった、もう新しくなり、やっぱ新車いいんですよ。本当でもみんなが一生懸命ね、車準備してくれて、やっぱり期待に応えなきゃっていうプレッシャーもあったし、で実際まあ、車ね、まあ、速さも取り戻すことができたんでね、まあ嬉しいですね。まあ、2セット目はまとめれたんですけど、1セット目が本当自分で何箇所も足落としちゃって。
はちゃめちゃな予選になっちゃって、2セット目で修正できたからまだ良かったですけど、ひどかった、反省してます。今ちょっと微妙なのが出てるんですけど、これがちょっと心配。先ほどの予選中にピット内でタイヤ交換などをしたことがピット作業違反となり、2位服部直樹、3位谷口信輝、6位菅波東吾の3車両に第6戦決勝スターティンググリッドの2グリッド降格とする処分が下った。あの予選終わって、まあ、僕が想定したよりもいいタイムが出せて、ファーストベストは3番手、セカンドベストがトップっていう結果だったんですけども、途中でタイヤ交換した時に作業違反っていうのをちょっと取られまして、ファーストレースが、2グリッド降格というペナルティーをもらいました。十勝のサーキットのローカルルールで、ピットの中に入れて作業するのは、ダメっていうルールがあるんですけど、それをちょっと、勉強不足で、把握してなくて、で僕らとちょっとピットの中で作業してしまったんで、それに関してのペナルティーを受けた感じになります。それはこっちのミスです。しょうがないなとは思ってるんですけど、これにより近藤翼が2番グリッド、小川亮が3番グリッドスタートとなった。クラブマンシリーズ決勝、予選では水野が1番時計でポール、2番手神谷、3番手庄司、4番手橋本というグリッドとなった。さあ水野、そして神谷、いいスタートを切っていたクラブマンシリーズ。まずは1コーナーに向かって水野、さあトップ2はあっとアウト側が砂煙を上げました。コースアウトはありませんけれども、大外まで行っている。これが先ほど田中さんがおっしゃってた外側までバンクがついていない。トップが黄色く見えないんですけど、水野だいぶ落ちてますね。これハッシーがトップ、橋本トップ、2番手に庄司。スタートから1コーナーから2コーナーの間、上位を走っているドライバーでありました橋本ですが、今1コーナーのところで庄司と水谷がビッタビタで、水谷との橋本洋平。クラブマンシリーズ決勝は橋本が逃げ切り、今季初優勝を飾った。トヨタガズーレーシング 86BLZ レース2018プロフェッショナルシリーズ第6戦、十勝スピードウェイ決勝。ポールポジションはダンロップタイヤを履いた青木隆之。今回上位をダンロップタイヤが独占する中、ブリヂストンタイヤで6番手に食い込んだ平木雄也。まあ、たまたまかもしれないですけど、まあ、ちょっと自信にはなりますよね。ただまあ本当に僅差なので、まあ、レース何やるか分かんないので頑張ります。天候は晴れ、路面はドライ。 86BRZ レース十勝ラウンド第6戦の決勝、このレースを服部と谷口の2グリッド降格により3番グリッドからのスタートとなった小川亮と影山正彦に振り返ってもらおう。前方のシグナルは始まるよ。ブラックアウトスタート。はい、これで決勝がスタートしたんですけど、かなり僕はいいスタートだったんですよね。で2番手の近藤翼くん、チームメイトだったんですけど、追いついてよっしゃ抜けると思ったら4速のシフトアップ失敗しちゃってで、服部さんにも抜かれるって思いながらの1コーナーだったんですけど、まあ、立ち上がりの蹴りが良くて、3番手キープで、2コーナーには入っていけたんで。青木は後ろ少し差がつきました。2番手3番手は D-TECの2台が、順位の入れ替わりはありません。谷口選手が1個順位上げてますね。そうですね、4番手に上がりました。青木選手出ちゃったよね、はい、まだ半周なのに、はい、これはどう思ったの？これはなんで翼くん追いかけないのっていうぐらい、コーナー全部落としてたんですよ。で結局後から話聞いたら、なんかファステストを狙うために前と間隔空けたって言っててそういうことだった、はい、でもその通りで、この次の週翼くんがファステストタイム出してるんで、開けてもいいけど俺のこと考えてって感じだね。そうすると、そうなんですよ、むしろ谷口さんいるしみたいな。でまあ、ここはもう前チームメイトだし、後ろ谷口さんで厄介だなと思いながら、2周目にファーストスト狙いはいいけど、
青木選手結構行ってるよね。なんか、まあ、この差は結構微妙じゃない？そうなんですよ。そうなんですよ。ね、お互いチームメイトでいろんな話をするんで、うん、まあ、結構6戦は抑えて7戦勝負かなみたいな話はしてました、ね。してたんだ。はい、まあ、僕はもちろん前の試合なんかあったらとは思ってたんですけど、うん、それよりはまず無事に2レース走るっていうことが、まあ、去年のこともあったんで、うん、すごい大事ですね。去年ありましたね。いや、僕あの一周もレース走れず。グリーン1コーナーでグリーン側から、ね、魚雷に撃墜されたもんね。名前は出さないけども、はい、1年経ってるから。そうですね、うん。あれでちょっと痛い目にやっちゃったんで、ね。そうですね。そこから先出れなかったんで。うん、なるほど。ここは服部谷口バトルだ。ラインが変わった。思いっきり谷口選手インに入りきました。服部がその後ろピタッとついていく。コンクリートウォールギリギリのところを走っていきます。さあ1コーナーでのブレーキング勝負ということになりましたが、その前に服部がアウトサイドにマシンを振った。谷口は真ん中から入っていきました。1コーナーです。もうだって谷口選手のあのトラックなんかすごかったよね、はい、タイヤサービスの車ですかっていうぐらいすごいセット数だったからね。もういっぱい持ってくる。無償でタイヤを提供されて、はい、テストしてるがごとくバンバン履き替え出したもん、ね、どんだけお金かかってるんですかね。でもそのぐらい今回ブリヂストンとダンロップの差も少なかったんですよ、うん、金曜日まではブリヂストン結構速くて、うん、で僕らのチームもいやどうしようって言ってて、あ、若干迷いが出てた。いや、かなり出てました。またサイドバイサイド。あ、これは谷口と服部か。どうだ、前の方で今6コーナー7コーナーあたりで、あ、服部がワンポジションのアップ。服部4番手。周回数は返ってきますと5周終了ということになります。正直やっぱりチームメイトがチャンピオンで、ここまでのレースも翼くんの方がこう速さを見せてることが多かったのに対して、今回は結構差が少ないんで、まあ、ダンロップはやっぱ僕には結構合ってるタイヤかなっていう感じがしますね。あと誰も触れてくれないんですけど、この全ドライバーの中で僕だけが開幕戦から前線ポイント取ってるんですよ。ああ、そうなんだ。それはやっぱアピールしたいからね。言っとかないとと思って、まあ、コンスタントに上位で走るのは結構難しいレースなんで、うん、それこそ都合で堤くん勝ちましたけど、そっからちょっと苦しんでたりとか、うん、本当にちょっとなんか狂うだけで全然結果が変わっちゃうんで、そうね、見てる方にどれだけこの面白さが伝わってるかわかんないですけど、やってる僕としてはこう自分の目上の先輩方にチャレンジできるし、自分のその速さとか強さをアピールできるんで、うん、久保凛太郎菅波透明ツッコミ。さあ今接触という情報が入ってきた。8コーナーで接触という情報が入ってきましたが、今もう2台抜きの撃墜だったんでね、菅波選手はちょっと辛いよ ね。前回 の、 あの青木選手とオートポリスで絡んだのもね、残念だったけどね、まあ、久保凛太郎、まあ、この後あのタワー来てもらってちょっと話したんだけど、2台抜きの撃墜だからね、もうちょっともう GT ドライバーだし、それなりのねもうキャリアも積んでて、だいぶ今回はねしっかりお話をねさせてもらいましたよ。マザイコさんのしっかりっていうのはものすごい怖い。そうか。いや、そんなことないです。そうか。ありがたい、ありがたいと思います。まあ、あの結構本当のことを話させてもらいましたけどね。多分このトカチのレースに向けては誰よりも優勝したかったのは服部さんだと思うんですよ。それはそうだよね。やっぱり作った当事者ですね。だって面目あるしね、やっぱり。あのいいタイヤ作ったら1レースだけは作った人しか使えないルールにしてくれて。でもあのトップレースだとそれができない。逆に言うと誰でもいいタイヤを変えて、ね、同じコンディションでレースできるっていうのがこの86レースのやっぱ面白さですよね、うん、僕たちの2台なんかは逆にそのタイヤメーカーに縛られてないので、うん、あの自由に速そうなタイヤを使ってっていうのは、まあ、そこの環境を与えてくれるチームにはすごい感謝してますしね。この次のコーナーがやばかったんですよね。服部さんがイン飛び込んできて、うん、このクロスで動きに見えるが6入っていく。服部しかしブレーキング抜ききれなかった。最終コーナーから立ち上がって KMS 軍団に迎えられます。
86BRZ レース2018トカチラウンド第6戦は KMS フェニックス86青木孝之がポールトゥーインで勝利を飾った。いや久しぶりに優勝できました。まあ、今回ね車を、チームがすごい頑張ってくれ、いろんな人が動いて今回に間に合うように車を作ってくれたので、まあ本当それのおかげですね。で結果で、返しますって言っちゃったんで結果で返せてよかったです。いや嬉しい。2位は神奈川トヨタ D-TEC86R 近藤翼。そうですね、本当はやっぱり優勝したかったですけど、まあでも2位で表彰で上がれたんで、まあ次もう1レースあるんで頑張りたいです。はい、そして3位は小川亮となった。そうですね、まあ、今日1日で2レースあるんで、車を壊すと次のレース厳しいんで、もうミッションもいたわりながらブレーキもいたわりながらちょっと走ってみて、最後服部さんに追いつかれたところを、まあ、プッシュできて守れたんで、とりあえず、まあ、優勝ではないですけど表彰台に立ててよかったです。ダンロップタイヤが表彰台を独占することとなった。ホッとしてます。